ない。ああ、小指痛い。おい、いって、当たっちまった。お、届かねえ。うう、お、うい、痛い、当たるなよそれ。はい、ビー、はい、ああ、はい、いって、ああ、お、ああ、倒した。強かったな。あ、でもあの技使えてたのかな。いつから使えてた。もう全然あそこ目いかないな。あ、なんつった今。あ、いっぱい出た、いっぱい出た。うー、ちょっと待って、これ回復だった、もしかして。んなことはなかった。なにこれ。あ、ちょっと待って、もう終了するしかない。するしかします。この兜どうだ。結構俺アーゴンだな。アーゴン。Who are you? You are skill against Oni. Oni.This is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. Hanzo Hattori. And you are? And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return.リターン。Well then. にゃーん。Dawn is breaking. 全然膨らんでないなそれ。すごい手品だな。忍術。簡単に信じちゃったけど。天下人であった太閤秀吉様が亡くなり、はあ、この国では今二人の侍が歯を競っておる。一人は秀吉様を継いだ石田三成と、三成、もう一人は我が主君徳川家康様。家康の顔をちょっと見たことあるな。家康様から西国大名たちの調略を任され、西国大名、この九州へ参ったんだ。ウィリアム、近頃巷には地味毛量が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば
調略の好機となる。調略。案ずるな。案ずるな。騒ぎを終えば、お主の敵も現れよう。まずは家康様に近しい隣国、豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。ちなみに私、日本史はですね、やばいぐらいわかんないです。どっちかっていうとね、三国史とかはね、なんとなくわかんないですけど、中国のね歴史の方が多分まだいける。日本史さっぱりです。鬼の住む島。拙者が、え？ミッション達成？因果応報、はい。え？ヒモロギのかけら、種子島銃、トドロキ銃弾。アクション基本素数。忍びの道。はあ、え？どういうこと？そういう感じなんだっけこのゲーム。え、拠点？サブミッション、メインミッション、拠点に行けばいいの？鍛冶屋、修行場、蔵。ああ、そういうこと？あ、無理だ。どうする？結構な武器防具がいっぱい出るからさ、これ上げとかないとなかなか装備できないってのあるよな。これも10にしちゃう、一気にパボーンと。そっからあと何上げていくか決めるか。この大筒ってのがちょっとあれだけど、はい。鍛冶屋、いらっしゃい。おう、止め、会話。ねえねえ、海の向こうのお話を聞かせてよ。知りたいことがある。掘り出し物とは何だ。はあ、誤って売却してしまった。はあ、20件まではメモリーしますってこと。鍛造、アイヨード。おお、神や霊が宿る。あ、これか。継承アイコン。特殊効果を持つ装備品のアイヨード最大にして。魂合わせの素材に使うと特殊効果の継承が起こります。魂合わせとは、装備のレベルを強化します。ベースに選択した装備品のレベルが、素材に選択した装備、用語がわからない。中でもこの辺りあれだな、アンサーが見てたな。ちょっと違うか。
ち直し。分解。おお。売却？まあ売るのはいつでも売れるからな。高くね？あんまりも売ってないな、トメ。あ、この辺。なんだこれ。え？石俺今何個持ってんの？今俺9個持ってるってこと？これ。よくわからないな。砲弾。あ、大筒ってない。バズーカみたいなアイテムあんのか。アイテムっていうか武器。バズーカは欲しいな。鍛造。あ、製法書を渡した。あー、なるほどね。これの製法書を渡したんだ。すげえ顔だな。思ってんだよな。鍛造品の希少度分布。素材全然ないじゃん。なるほどね。これでベース武器、これが、なるほど、継承できるんだ。暇そうだな。利用。またどうぞ。じゃあな。修行場。ちょっとまた後でな。鳥居。あー。そういうことができるのか。あ、グレートヘルムとかある。おお、あっちで取ったやつは無駄ではなかったか。まったくね。あ、そうでもないか。素晴らしい。いいね。あれ、ブレストプレートの方が、ああ、でも弱いのか。いやー、そっか。この方が重たそうだけどね。軽いんだ。やったー。グレートヘルムいいぞ。バスタードソードもある。どっち行ったらいいのこれ。メインミッションと。で、先サブミッションやってみる。こっちの方がミッションレベル低いな。吸収編。あ、これがね、ミッションレベル75って書いてるけど。へえ。
トーマが時が訪れてる時？うわあ、これなんかミッションやってなんかまあ負けてね、損することってなんかあるの？二つあるけど、血濡れ地獄花、いやーやってみたくなっちゃうけどさ、どうする？一回ちょっとチラッとやってみる。え、比叡山の間、なんだ、できないんだ。外国、これなんて読むのこれ、の商人たちに雇われていった族。はい、あれでもこれさっきのマップってこと？あ、にまだ残党がいるって。船着き場からスタート。わあ、夕方である。ここに鳥居なかったよね。お、だいぶ上がるな。あ、種子島中が全然超強力になってる。おお、あー重い、重いです。お守り、こっちまた渋沢光先生いるかな。わあ、もやってます。きゃこれ何？これ家紋みたいなのついてんの。俺レベルって今いくつなの？ところで、レベル14か。戦ってみる？おちょこ、お、軽い、軽くて強い、素晴らしい。あー重いけど今軽くなった分でどうにか。おお、いいですね。
いやーこのグレートヘルムを強化したいな。どんどんこいつレベル28だけど大丈夫、ちょっとやってみるか。いったい、よっよっ、ねえ17の武功、わあなんかいっぱいすごいの取った気がする。